はい、こんにちは、日本語クラスです。今ライブを始めました。多分大丈夫だと思います。はい、ですが今年初めてライブをします。ですから私にとってもとても久しぶりですので、ちゃんとできるか少し心配です。はい、私も確認してみます。皆さん誰かもしこの時間聞いてくださっている方いらっしゃったら聞こえてますよってメッセージ送ってくれるととても嬉しいです。ぜひお願いします。多分大丈夫だと思います。声ですね、声だけ聞こえるか、それがいつも心配になります。はい、メッセージでぜひお願いします。はい、そうですね、YouTube をするのも私は久しぶりです。はい、皆さんはお元気でしたか？私は大丈夫です、元気です。はい、日本はもうどんどん暑くなって、もう6月ですね、もう今日は本当に暑いです。はい、ね、スーツ着てますけどもエアコンつけています。今ね、はい、外は今日30度くらいあったぐらいですね。本当に暑いです。はい、今たくさんの人が見てくださっています。大丈夫かな、声が大丈夫か、誰か教えてください。声が OK か、はい、私それだけわかんないです。自分でチェックできません。はい、お願いします、メッセージをください。そしたら始めましょう。皆さんは今6月で、あとちょっとで、あと2週間くらいですね。で、もう JLPT 7月の試験ですね。はい、準備はいいですか、進んでますか。私はちょっと最近 YouTube 休んでましたが、私の Zoom レッスンの学生さんたちと毎週土曜日と日曜日、勉強を続けていました。はい、Zoom では読解です、リーディングを勉強しています。はい、で今からはちょっと6月の授業は皆さんは残念ですが入れないんですが、ビデオレッスン、ビデオのレッスン、 Zoom じゃなくてそちらだったら入れますので、よかったら来てください、入ってください。ありがとうございます、メッセージありがとうございます。声大丈夫ですよ、大丈夫です、ありがとうございます。よかったよかった。お待たせしました皆さん、じゃあ大丈夫そうでやりましょう。で、そうですね、6月はね皆さんズーム入れないけど、7月からはまたですね、日本語の、ビジネス日本ビジネス日本語のコースは続きますし、ちょっと実は別のコースも今作っているところなので、また皆さんにお知らせします。はい、すごくですね楽しいと思います。はい、私はもう今とっても楽しいです、ズームレッスン。で、実は今日この後日本時間の7時、夜の7時から、ビジネス日本語の授業です。はい、ですのでその前にちょっと YouTube で皆さんと一緒に勉強したいなと思って、今日します。はい、じゃあやっていってください、一緒にね、勉強していきましょう。で、今日分かんなくても今日覚えれば大丈夫ですし、私の YouTube 見てくださってる方よくですねメモを取ってるらしいですね。学生さんから聞きます、もうノート作ってます、なので全部メモしてる、まあ全部というか大事なところなので、ぜひね、メモすることやっぱりいいことだそうです。頭に入りやすくなるし、何回も後で見られますので、ぜひメモ取りながら、授業にこの YouTube ライブぜひ参加してください。で、私説明がね長いですね、いつもね。ですが、途中で質問があったらチャットで聞いてくださっても大丈夫だし、ただちょっと今日次のズームレッスンがあるから細かい質問はちょっと答えられないですけど、メッセージぜひぜひ皆さん、このチャットですねぜひぜひ送ってください。もうたくさんの方がすごい聞いてくださってる、ありがとうございます、嬉しいですね。そうそうそう、嬉しいです。ぜひ私名前しかわかんないんですね、チャットって顔が見えないんですね、だからあんまり面白くないんですね。なので皆さん今どこにいます、何してます、教えてください。名前はね、自分の名前はプライバシーだから書かなくてもいいけど、どこにいます、なんで日本語勉強してる、
ぜひぜひ教えてください。嬉しいですね、私もね。はい、そういうのなんで勉強してるか教えてもらうと、私もああじゃあこういうビデオ作った方がいいですねとか分かるので、はい、ぜひぜひ、このチャットで参加してください。はいはい、じゃあ行きましょうか。じゃあ N2 の今日は語彙の問題をやってみましょう。はい、ですね、N2 の語彙のテスト、本当の試験は、問題いろいろありますね。でもいっぱいありますじゃないです。問題の種類はもう決まっています。はい、私の YouTube ビデオよく見ている人は知っていますね。そうです、ここにも書きましたが、文字語彙テストのところは問題の種類はちゃんとあります。そして全部で 1,2,3,4,5,6 です。はい、でも6ってちょっと実は多い方なんですね。 N1 になるともっと少なくなります。はい、N2 はちょっと多いんですね。はい、だから少し大変なんですけど、その中で、練習を今日します。今日するのは、例えば漢字の読み方とか、はい、で2番は漢字の書き方とかなんですけど、ですね、今日はね1番の漢字の書き方と、ですね、何番だったかな、何番っていうのか私すいません忘れてましたね、5番ですね、5番をやりましょう今日ね。今日は漢字の読み方と、5番のこの言葉の意味、別のこの言葉は別の言葉で何ですかっていうのをやってみましょう。はいね、じゃあいきますよ。で大事なのは皆さん試験の時これ全部100点取らなくていいんですからね。100点取らなくても JLPT は合格できます。そうだから例えば漢字全然できないダメだと思わなくて大丈夫です。漢字はこの 1,2 で出ますが 3,4,5,6 は漢字のテストじゃないから、そうそうそう、漢字できない人だったらもう 3,4,5,6 頑張るという方法も一つあると思います。はい、だからどういう問題が出ますかというのはしっかり知っておく必要がありますね。はい、じゃあ今日は1と5しますよ。じゃあ行きましょう。漢字ですよ。最初は漢字の読み方から行きましょう。お、皆さんチャット大丈夫ですか？皆さん静かに聞いてくださってる？チャットどうぞ参加してくださいね。いろいろ。私はどこどこにいます。ネパールにいます。なんで日本語勉強してますか？教えてください。例えばですね。はい、じゃあ行きましょう。これがまず問題です。漢字の読み方やってみましょう。YouTube 大丈夫そうですね。 OK、 漢字の読み方いきましょう。はい、ちょっとちっちもう少し大きくするとこれ、はい、これですね。漢字の読み方です。読みます。大丈夫ですねこれね。店員ですね。はい、店員を呼ぶために手を、これ難しいですよね、振ってです。手を振ってふん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 した、何した。はい、これが問題です。 N2 の問題。えい、そう、読み方ですよこれ、ね、読み方なんですかが問題。 A ゴーズ、 B アイズ、 C アウズ、 D がず。はい、どれでしょうか。はい、という問題ですね。チャットで答える人どうぞ。ちょっと YouTube ライブだと少しタイムラグ、時間がこう遅くなりますよね。私が話したのと皆さんが聞くのちょっとすぐ同じじゃないから、ちょっと考える時間が必要ですね。でもみんな考えてる？メッセージは送らない？メッセージ送っていいんですよ、大丈夫ですよ、間違えてもいいしね。まずじゃあこの店員は大丈夫ですね。店員は店ですね、店の人です。これね、店の人を呼ぶため、
呼ぶ。すいません、すいません、注文したいです。これですね、はい、手を振ります。振りますは、振りますは、あの野球の時もね、バットを振りますとも言いますね。これも振りますだし、はい、テニスのラケットを振ります、これも振ります。であとはこれ、これも振りますです。これですね、手を振ってすいません、すいません、お店の人、私注文したいです、これですね。あのすいません、気がついて お客さんいっぱいいるけど、私もう10分待ってます、お店の人まだ来ない、これですね。これがこの感じですね。はい、え、みんな全然答えないの、どうしましたどうしました、みんなすごく慎重、慎重ってのは間違えないようにという意味。じゃあいいですよ、もうどんどんいっちゃいますよ、答えを。はい、これはですね、え、意味は今のですよ、この意味は、すいません、すいません、私呼んでます、これ。はい、答えは、はい、答えは、まだ誰もいない、答え、チャット、チャットないですね。いきます、答えはこれ、合図ですね。合図、合図、合図、合図した、合図した、はい、合図したが答えです。ちょっと変な読み方じゃないですね、そんなに変じゃないですよ、大丈夫、覚えられます。合図、この感じです。で、意味は体の動きなどで知らせること、体の動きでムーブ、ムーブですね、動いて、すいません、すいません、そう、シグナルのことです、合図。はい、だから使い方は合図をする、すると使ったり、手を振って合図をした、これですね、すいません。あとは合図を送るとも言います。すいません、ここにいます、私ここにいます、これですね、送るとも言います。合図を、手を振って合図を送った、これでもいいです、手を振って合図を送るでも大丈夫です。はい、でこの感じですね、ちょっと細かく確認をしましょう。書きましたよ、この漢字簡単なんですけど、簡単なのに読み方がいっぱいあるんですね。うん、この漢字ね、もう N3 N4 くらいでもう出てきますね、これね。はい、読み方はゴーガッアウ合わせるという読み方があります。4つもある。はい、でこれ使い方は、例えば GO の時はこれですね、皆さんが今欲しいものですね、したいことです。 JLPT の合格です。こう漢字と一緒に使う時は GO になりやすいです。漢字、漢字の時はこの漢字の後が漢字の時は、GO になりやすいです。合う、合う格言わないですね、こっちの合う格と言わない、合格で合計、合計はあの買ったもの全部でいくらですか、アマウントですね。はい、合計、合計で、あとガッというのは合唱、合唱、合唱は意味は、この漢字は歌いますの意味、歌、あらららら、合唱はですね、みんなで歌うの意味です。はい、よく学校で、小学校、中学校、高校とかで、あのクラスのみんなで一緒に同じ歌を歌う、ピアノで先生が弾いて、はい皆さんでしますね、あれが合唱です。そうそうそう、合唱します。はい、あとはあーの時はこれ、手を合わせる、手を合わせる、手を、手です、私たちの手を合わせる、これです、神様、これ合わせると言います。あとはもう一つは全然違いますね、彼の予定に合わせる、はい、これも使います。はい、彼の予定、あの人の予定、毎週日曜日は時間があると、私は、いつでも時間があります、だからいいですよ、彼は日曜日しか暇がありませんから、予定に合わせます、手を合わせますと、ちょっとイメージが同じですね、彼の予定、私の予定、大丈夫です。
合います。大丈夫ですね、合わせます、これです。こうやって使います。はい、あとはもう一つは図の方ですね。図も簡単なんですが、 N2 になるとちょっと難しい読み方で使います。図、地図、はい、これはもう簡単、 N4 くらいでもう勉強します。地図、マップ、あとはとになるとき、これは N2 レベルで覚えておくといいです。意図と読みます。意図、これ考え方とかそういう意味です。はい、考えていること、これには意図がある、意図がないとかあるんですけど、ちょっと今日は細かく話しませんが、読み方ここがイズじゃなくてとになります。これを覚えておくといいです。意図、これね、大事です、すごく。あとこれも大事、測る、はいはい、これはですね、悪い計画を何かしようとするという時に、使ったりする言い方です。難しいですこれね。ちょっと今日詳しくしませんが、なんだろうって読み方、ふーん、なん測る、覚えておいてください。はい、重さを測る、これは重いか軽いか、測るは違う感じです、別の感じ、これはまた意味が違いますので、はい、ちょっと知りたいという人、自分でも調べてみてください。この測るとか意図ですね。はい、じゃあすごいたくさん聞いてくださってるけど、チャットは皆さんあんまり好きじゃないですか。チャット送っていいんですよ皆さん寂しいですよ、私一人で授業してますよ、なんか嫌ですね。ちょっとせっかくズームじゃないわ、ライブレッスンしてますから、メッセージください、皆さんお願いします。で、合図というの、さっきのね、合格の合だから合図、ここでは言わないですね。はい、合う図、ない、合うの読み方はこの漢字の後がひらがなのことが多いです。予定を合わせるとかね、合うとかね。でガッツ、ガッツも合唱のが違います。ない、ガッツっていう日本語ないですね。はい、ちょっと言いにくい、ガッツ、ガッツ、うん、難しい。はい、答えは合図でした。合図はすいません、お店の人来てください、私は読んでますよ、10分待ってますよ、もうお店入ってく、これです、合図、はい、でした。じゃあ次行きましょうか。はい、2番も漢字の読み方しましょう。これです。これちょっと問題も難しいかもしれない。はい、でもやってみましょう。はい、これちょっと一回自分で読みますか、それがいいかも。ちょっと私何も話さないので自分で、どうぞ。ちょっとこれ読み方難しいですよね。で、調べない方がいいですよ皆さん、辞書で。本当の試験の時は辞書がないです。はい、だから自分で答え決めましょう。ね、はい、どうでしょう皆さん、チャットはどうですか。私全然みんなのチャットを読めないんですけど、なんかチャットの全然皆さん送らない寂しい送ってください。あ、でも送ってくれてる人もいますね。今分かりました。お、それも合図かけてる、かけてる勉強になります。あ、よかったです。お、 MP さん C、 答え C、 家屋。おほ、 A の人もいる、家や。はい、考えましょう。辞書調べないでくださいね。これでも今間違えた方が覚えます、本当に。間違えちゃった、そうそう、で今メッセージとか送っていたら、うわー間違えちゃったってね、あーって、その方が覚えます。はい、もちろん正しいの一番いいけど、何もしないで自分でこう見て、チャットも送らないで、うーん、 K や、
ケアだと思う、答え早く知りたい、よりとか辞書で調べるより、今自分の頭を使った方が覚えます。はい、じゃあ行きます。まず問題からいきます。この地域です。この地域のは、はい、これは大丈夫ですね。 N3 でも出てきます。洪水、はい、洪水によって流されてしまった。はい、この話はいい話ですか、悪い話ですか。悪い話です。もちろん悲しい話です。大変な困ったことが起きています、これ。はい、この漢字の読み方どれか、はい、まずこれ、この地域、地域はエリアですね。エリア、この場所、それもちょっと小さいとこじゃなくて、この町全体とか広い場所のことです。この場所の、ここの、あそこの小学校からあそこのスーパーまで、大きいところまでとかね、そういうイメージで、家がたくさんありますね。そこの場所は、そこの家って書いてありますから、そうですよね、家ですよ。そう、これは洪水、洪水は水、はい、何ですか、水が、そうです、雨がたくさん降って、もう大変ですよ、洪水って言ったら雨がすっごくたくさん降ります。一日中ずっと降ってるとか、それです。大きな音を立てながら降っている。で、それがあまりたくさん雨が多いから、川の水がどん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 多くなってしまって、橋が壊れます。で、川の水が外に出ます。大変ですね。はい、もう外がもう水水水、もうイメージは悪いですが、あのコーヒー牛乳みたいになってしまいます。もう色が茶色いです。それがあまりとても強い。それでここの場所のこの感じですね。意味は家です。家の意味です。家は洪水がありましたから、その水で家が流れます。家は歩きませんよね。家はね。はい、でも水が強い。水がありすぎて、ドワー壊れたかもしれないし、もう一緒に流れてしまいました。それです。はい、ですから本当に大きな問題です。はい、世界中で起きていますね、こういうことね。怖いですね。これ問題何でしょうか。家や家や家屋、ケア、はい、これは本当にいい問題ですね。皆さんいろんな答えがあります。素晴らしい、いいですね。みんなそれぞれ自分の答え、きっとこれですと思って送る、いいことです。間違えてもいいし、間違えても覚えればいいし、正しかったらいいですね。いいじゃないですか。はい、じゃあいきますよ。A の人もいるし、家屋の人もいるし、家屋の人もいるし、家屋の人もいるですね。はい、じゃあ答えはですね、これぜひ今日覚えましょう。これ難しいです。はい。私も、日本人としてこの読み方は難しいと思います。なんでって思います。はい。答えは、家屋です。ってね。なんだ家屋って、ね。変な読み方です。はい。すみません。本当に。なんで日本人はこの読み方にしたんでしょうか。私はわかりません。はい、家屋、家屋と書いて家屋と読みます。家屋、家屋です。家屋じゃなくて家屋、おがあーだ、あーちょっと鼻に入りますね。家屋、家屋、家屋、はい、意味は人が住む家のことを言います。家屋、これよくニュースで使います、こういう言葉は。はい、あの自分の家のことを、私は家屋に住んでいます、言わないです。変です。家でいいです、家、はい。ですがニュースの時に例えばこういうふうによく言います。この場所はの家屋、いろんな家ですは洪水で流されましたとか言います。はい、ですので、知っているとニュースもわかる。はい、家屋、
ちょっとここで皆さんに質問です。もう一個質問。じゃあこれは何でしたっけ？え？この漢字知ってる。はい。この漢字ももちろん知ってる。読み方は？ね、思いますよね。 これが奥だから、そう、奥だから、奥ですよ、奥、上、奥上、奥上じゃなくて、これはこの上はですね、漢字一つの時上でも漢字使ってますね。漢字漢字の時は上じゃなくて上、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 そうです、そうです。だから読み方は奥上です。奥上、奥上、意味なんでしょう。大丈夫ですよ、簡単ですよ。意味は上ですね。何の上？矢の上ですね。矢って何ですか？家でいいですよ、家。そう、家の上、家の上です。だから家の上は何がありますか？はい、例えばこれ、例えばデパートの上とか、これですね。はい、これが屋上です。屋上、ビルの一番上のところで、屋根がありませんね、ここね。何もないですね、上にね、上にルーフがない、屋根がないで、それが、そういう場所で、まあ、広いですね、結構広いところを屋上と言います。よくデパートとか大きなビルの上にこういうのがあります。で、そこが屋上と言います。屋上から東京が見られますとかね、ありますよ。で、あと家でもいいです。家の場合はとても、まあ、大きい家ですね。その場合大きい家で1階2階ある、3階もある。で、その上に行くことできる。で、ここで洗濯物を干しますとか、その時屋上です。屋上、うん、はい、屋上です。皆さんの家の近くにもどこか屋上がありますね。でも屋上は危ないから、ね、危ないですね。下に落ちてしまいますから、こういうフェンスがあります。フェンスと言います。こういうのね、落ちないように。フェンス、フェンス、英語です。はい。屋上でした。これは、奥ですかってね、なんだ奥ってと思いますね。ちょっと確認しましょう。なので、これスペシャルな読み方です。家屋というのね。で、家屋だと思いますよね。本当そうですよね。家屋はですね、この確かにこれ家です。本当家で、屋というの、はい、あります。屋の時は例えば本屋、はい、ブックストアですね、とか花屋、花が売ってます。はい、花屋、はいはいはい、 OK です。そういう時は屋だけど、これ本当にスペシャルです、今日の読み方は。で、次、かや、うん、そうですよね。この家という字、か、読みますね。はい、家族、家族、ファミリーですね。はいはい、読みます、読みます。ですが、今日の問題はスペシャルだから問題にしました。ぜひ覚えましょう。で、ケア、これはですね、この漢字、そう、ケとも読みます。はい、あります、読み方。ケ、ケの時は例えば田中家、田中家、高橋家、高橋家、山田家、佐藤家とか、何ですか？そう、この家の意味は家族の意味です。田中さんの家、田中家、田中家の皆さんといったら、田中ファミリーのこと。田中家の皆様、どうぞこちらへいらっしゃいませ。あんまりこういうことないですけどね、まあ、結婚式とかだったらあるかもしれない。田中家の誰々さんと高橋家の誰々さんが結婚します。で、それ、高橋家の皆さん、どうぞこちらのテーブルにおかけください、言ったりします。田中家はその田中ファミリー、は、高橋家は高橋ファミリーのことです。ですので、この家という感じですね。あー、大変ですね、読み方がたくさんありますね。はい、家だけじゃない、はい、家系もあるので、
ちょっと気をつけてください。はい、ただ家屋は本当にスペシャルなので、まあこれとさっきの屋上ですね、屋ね、覚えておくといいと思います。はい、ぜひぜひメモしたりして、ください。はい、じゃあ次行きましょう。よいしょ。あ、で皆さんがすごい屋上って、メッセージくださってる、ありがとうございます。それです、ルーフトップのこと、その通りです。じゃあ次行きましょう。次はですね、語彙をやってみましょう。語彙の問題、問題5ですね、これはね、本当の試験の時これです。語彙の意味はどれでしょうかというのです。はい、問題はこれ。はい、皆さん自分でしますか。ちょっとはい、答えを決めましたか。決めますよ。これ本当の試験だったら、もう1分より短い時間で決めないと時間が足りません。はい、皆さん読解とかもあるし、ゆっくりしている時間もないですよね。はい、じゃあ読みますね。この部屋は眺めがいい。眺めがいい、何の意味でしょうか。意味は何ですか。 A 快適だ、 B 広い、広いの意味かな、ね、うん、C 空気がいいの意味ですか。この部屋は空気がいいの意味。で D、 感じ、読み方、けです。そう、景色、景色がいい。本当の試験の時、ってやっちゃダメですよ。もう時間ないですからね。分かんなかったら何でもいいですよ。好きな映画好きだから A、もう丸で OK。 知ってたら分かることをちゃんとマークして、分からなかったらすぐにもう分かんない、さよなら、次の問題いきましょうね。時間がなくなりますよ。考えてもね、答えは出ませんからね。遅いですよ。もう試験の前にそれ勉強しないといけません。はい、そしてこの快適という言葉もとても大事ですので、知ってますか。はい、じゃあ行きましょう。あ、メッセージが早くなってきましたよ。はい、行きましょう。答えはですね、眺めがいい、答えは、MP さん、その通りです。景色がいいが答えです。景色がいい、景色がいいの意味です。はい、これは景色はですね、 N3 でも出てきますね。 ビュー、部屋から綺麗なものが見えます。山が向こうに見えます、川が見えます、あ、綺麗だな、とかそれですね。景色がいいです。はい、部屋から富士山が見えます。よくあります、ホテルでこの部屋から富士山が、遠いですけどこのくらいで見えます、綺麗です、天気がいいとよく見えますよ、あります、あ、景色がいいですね、それそれ。なのでこの部屋は眺めがいいです。はい、言います。ですのでホテルを予約するときも言います。すいません、眺めがいいお部屋がいいんですけどありますかって、ね、言ったりします。はい、眺めとか景色が綺麗なとか景色がいいとか言ったりします。はい、どちらでもいいです、使ってね。でこの眺めというのは漢字も知っている必要があります。眺めの漢字は N2 です。はい、何でしょう。はい、眺めというのは目で見ますよね。だから漢字にも目の漢字が入ります。はい、はい、答えはこれです。ちょっとちっちゃいですね、眺め。これぜひ覚えた方がいいですね。 N2 の人は目で見ますから、目。はい、でこの漢字は蝶と読むんですけど、こっちはまあいいです、いいです、そんなに。だけど目を使うから目だなと覚えるといいかもしれない。眺めがいいです。眺めが悪い、使います。はい、そしたらよいしょ。例えば、山の上からの
眺めは素晴らしかった、はい、山の上に登りました。で上から外を見ました。あ、外とか下ですね、山の下を見た。綺麗だ、あ、高いところまで登った、ね、眺めが素晴らしい。よくこうしましたね。あ、これです、はい、眺めと言います。はい、皆さんの家、部屋からの眺めはいいですか？何かよく見えますか？向こうがよく見える、はい、どうでしょうか？日本だとよくあの部屋をの窓を開けるともうすぐ隣の家、もう壁、もう眺めありませんという家が多いです。残念ですが、ね、どうでしょう皆さんの家は。じゃあですので他の、例えば眺めがいいわ、空気がいいです、じゃないです。はい、これじゃないし、おしょ、空気がいいじゃないし、広いの意味ではないです。そしてこれは大事です、快適だ、快適、これ答えじゃないですが漢字を知っておいた方がいいです。 N2 です、快適の漢字がです、これです、快適だ、英語 comfortable です。はい、快適、快適、快適だ、あ、気持ちがいいということ。この部屋はとても広くて、あ、この部屋は快適だと言ったら部屋は広いし、エアコンはとても新しくてよく部屋が涼しくなって気持ちがいいし、窓はこうちゃんとドアが閉まって、窓が閉まって夜も静かだし、ね、快適です、そういうです、快適と言います。はい、大事です、快適な部屋、快適ではない部屋ありますね、いろいろね、はい、部屋が狭すぎますとかね、いろいろあると思います。はい、じゃあ次行きましょう。快適でした、あ、快適じゃない、眺めがいいでしたね。じゃあ次はですね、これ行きましょう。これはそんなに難しくないと思います。ぜひもし知らなかったらぜひ覚えてください。あのよく、N2 出てきます。 N2 好きです、この言葉。はい、語彙の意味なんですか？曖昧な、あー、下、返事です、返事。はい、はい、曖昧の意味は遅い、 B、 はっきりしない、聞こえない、早速。ちょっとこれ難しいかもしれない、ですが私のあのズームレッスンに来てくださってる方はあのよくこれ読解でも出てくるんですよ。そう、読解でも出てくるし、読解の授業でもよくこれはもうあのもう説明したことあります。それに、ビジネス日本語でこれよく使います、この言葉。早速の、知ってた方がいいです。そして漢字も知ってた方がいいです、これね、大事。でも今の問題は曖昧な、はい、この意味何ですか？曖昧な、曖昧はこのな形容詞です、曖昧な。はい、じゃあ行きましょう、皆さん考えている曖昧の答えはちょっと皆さん間に合わないかな。ちょっと、今日この後日本語ビジネスコースがあるので、答えを見せてしまいますよ皆さん。ちょっと急ぎます。私、曖昧はですね、誰も来ないですね。はい、行きます。曖昧はこれです。はっきりしない、はっきりしない、はっきりしない、これでも分かんないかもしれない、はい、でも実は意味簡単です。曖昧なというのは、曖昧な返事、曖昧な答えと使います。これはとても簡単に言うと、あなたの答えははいですか、いいえですか、どっちですか、分かりません、はいといいえの真ん中くらいという返事です。よく分からない、それが曖昧です。例えばレイ、友達に聞きます、皆さんが、ね、
来週の日曜日一緒に遊びに行かない？一緒に東京に行かない？遊びに行かない？空いてる？時間ある？聞いたら、友達がうんうんいいね、東京行こうか、うん、そっか行きたい、あでももしかしたら来週の日曜日はアルバイトの予定が入るかもしれない、でも行きたいな、どうしようかな、アルバイトの予定が入っても、行けませんって言えばいいかな、あでもな今月お金が必要だから行けるかな、でもアルバイト入るか分かんないな、どっち、あなたは来週東京に私と行きますか、曖昧な返事ですね、行くの、行く、行かない、どっちか分かんない、これ曖昧なです、はい、日本人は曖昧な返事が多いです、はい、すみません、はい、そうなんです、はっきり言わないです、特にダメの時言わないです、私は行かれない、来週は行かないとか、あなたのことが本当は好きじゃないから行かないというのは言わない、あなたと行きたくない、私は時間あるの時に行きません、言わないで、もしかしたら行くことできるかもしれない、わかんない、土曜日になったら、前の日になったら、一日前になったら連絡する、と言ったりしますね、はい、はい、もちろんみんな日本人がそうじゃないですけどね、そうなんで曖昧です、どっちか分かりませんというと曖昧って言います、はい、でこの使い方は曖昧な返事とか曖昧な答えでよく使います、例えば曖昧な食べ物とか曖昧な味食べて、なんかこれこのラーメン、このラーメンちょっと塩が少ないけど、なんかちょっと水みたいな味する、なんか塩の味なのか、なんか水に近い味なのかよくわからないな、曖昧な味がするな、言わないです、変です、味が薄いと言います、その時は味が薄い、なので曖昧は返事とかそういうことに使いましょう、はい、曖昧、日本人にね聞くときちょっと曖昧な返事をしないでください、もっとはっきり言ってください、使って大丈夫です、はい、そうやって使います、曖昧、そして他ですね、曖昧は遅いじゃない、違います、聞こえない、何ですか、もう一回言ってくださいって、違います、これじゃないです、聞こえないじゃない、そして早速、最後に早速です、これ大事です、大事、ビジネス日本語でもよく使うし、N2 の読解でもよく使うものです、はい、私答えを先に書いちゃいました、早速というのがです、漢字があります、漢字で覚えてください、ひらがなでほとんど使いません、読解 N2 読解でも漢字で出ます、漢字が簡単だから、早いでしょ、はい、これが早速です、ここ私ここひらがなで書いた方が良かったですね、間違えました、あ早速、本当に間違えてますね、早速の漢字は早速です、そう覚えてください、使い方は例えばこれですね、あで意味が早速と言ったらこれすぐにの意味です、すぐだから早速メールの返事を送ったと使う、はい、ビジネスではメールよく送ります、メールをもらう、そしてメールを送る、返す、はい、ビジネスは早い方がいいですね、返事が早い方がいいです、だから早速送る、これです、よくビジネスではすぐにより早速で使います、あと早速お返事くださりありがとうございます、よく使います、すぐにお返事くださりはちょっと子供みたいです、だから早速の方使います、はい、はい、まあこういうことを私のビジネス日本語、このあと1時間後の授業で勉強してます、はい、結構面白いですよ、結構っていうかすっごく面白いです、ビジネス日本語本当に私も面白い、すごく面白い、日本語の
ビジネスってもういっぱいルールがあって本当に大変です。本当に私も大変です。うわ、こんなにいっぱいルールがあるのか、ここの言葉は使ってはいけないとか、同じ意味なのにこっちはビジネスで使う、こっちは友達と使っていいとか、いっぱいあるんです。ビジネスでしか使わない語彙本当に多いです。はい、ですのでもし興味ある方入れますよ。ビジネスコースは7月から入れますので、もしよかったら来てください。はい、で、そう、 N2 の、N2 の読解の勉強している、 N2 読解の Zoom のコースで勉強している人が日本語のビジネスコースには入ってます。2つ入ってる人が多いです。そう、もちろん N1 レベルの人がビジネス日本語も入ってるんですけど、N2 のレベルの人はもう大丈夫ですよ。ビジネス日本語のコース入れます、できます、大丈夫大丈夫。はい、ですのでぜひよかったらね来てください。大変なんですけど、難しいですから、難しいけど勉強したいなという人とか、日本人と仕事をしていますとか、これから一緒に日本人と仕事したいですとか、日本で働きたいですという人は今から準備しておくととてもいいと思います。本当にルールが多いので、日本のビジネスって、なのでそれ教えてくれるところ少ないですから、もしよかったら来てください。そしてごめんなさい、いろいろ言ってすいませんが、読解の勉強もしたいですよね、皆さんね。YouTube でも私ビデオが作ったものありますので、もしよかったら見てください。このビデオ、何々が大事です、テストするとき大事なことあります。はい、このビデオぜひ探してみてください。リーディング合格する方法やっぱりあります。はいね、あとは読むのが遅いんです。そうですね、大体皆さんあんまり早くないですよね、読むの遅い。でもリーディング問題でスコア取れます、取れます、本当に読むの遅くても。こういうビデオありますので見てみてください。私の YouTube チャンネルのリーディング読解っていうリストがあります。そこの中にこれ入ってますので、ぜひ見てみてください。そしてもし Zoom レッスンはもう入れないんですけど、実は来週最後の授業があるんですが、 Zoom ね、それは入れないけど今からは、でも7月試験するから、もっと詳しく知りたい人、私の授業を受けたい人はビデオレッスンがあります。ビデオレッスンがあります。はい、何ですかこれは、Zoom じゃなくてビデオですから、で YouTube じゃないです。 YouTube ではこれは全部見ることできません。はい、自分の何でしょう、好きな時間に見ることができます。はい、ですのでこういう読解の中文のやり方とか、長文どうやって読めばいいんですかとか、短文短いのに難しいです、短文短いけど難しいですよ、そう、どうやってやればいいのとか、知りたい人、ぜひ3つのコースがありますから、ぜひですね使ってください。まず入れます、まだこれは入れます。でも試験の前までしか入れないです、もちろん。そうですね、6月中かな、はい、6月28日ぐらいかな、一番遅くても、はい、までしか入れませんので、ちょっと急いだ方がいいです。でこれ見ると自分で勉強する時も自分の本持ってますね、その本どうやって使えばいいかがよく分かるようになります。で特にこの中文のコースは中文のやり方 と、合格の方法というのも1時間説明しますので、これもこれまず見た方がいいです。本当に勉強の方法を間違えている人が本当に多いです。どうすれば合格できる、合格のためにする練習、しない練習あります、しなくていい練習があります。全部 100% できなくていいです、合格します。はい、 JLPT N2 100点全部できるになったら
もう N1 もちょっとできます、その人は。そうですから、もしかしたら N1 すごくできるかもしれない。ですのでまだまだいいんです。テストは半分できればいいんですよ。そうだから読解も半分できればいいけど、でも半分も難しいですよね。そうでもじゃどうやって半分スコアを取ればいいかというのを、これ見るとよくわかります。まずだから中文のこのコースがおすすめです。一番いいと思います、最初に。でこれ見てよしよしわかったと。できっと皆さんは長文困ってますから次これ見て、ね、でもしできたら短文も見ておくっていうのもいいかもしれない、はい、でも人によります。いや短文でいいです、短文だけでいいという人もいます。人それぞれです。ですので自分が一番困っているところから入って見てみてください、ね、皆さんの後の2週間の自分の勉強どうすればいいか、これ見るとそっか今まで大丈夫だ頑張ろうって思います。そっか今までの自分の勉強の仕方、間違えてた、多分気がつきます。ずっと間違えてるとずっと間違えた道に行きますよ。合格は遠いです。だからもうねズーム授業皆さんは入れないから残念ですけど、もう遅いからね、間に合わないんです、申し込み間に合わないから。でもこれだったら助けられます、私皆さんを。ビデオレッスンだったら助けられますので、ぜひよかったら来てくださいね、入ってください、これ入り方は下にリンク書いてありますからね。そうそう、で、N1 もありますので、同じようにビデオレッスンありますから申し込みしてみてください、はいね、やっぱり本当にいい先生に教えてもらわないとダメです、はい。もう私自分で言うのもちょっと変ですけど、私も10年以上教えてますから、10年以上、もう2500人以上かな、大体ですね、2500人以上の学生さんにも教えて、いろんな人見てます。ですのでもうなんで間違えてる、なんであなた読めない、できない、読解、大体わかります、はい。ですのでいろんな人が困っているのを知ってるので、そういうのをこ うまくまとめてビデオ作ってますので、ぜひねよかったら使ってください、はい。そしてさっきも言いましたが、Zoom レッスンは今ですね、皆さんがまだ入るチャンスがあるのがビジネス日本語です、はい。毎週日曜日の7時にやってるんですけど、 7月から実は時間がここ変わります、はい、時間変わりますのでちょっとお知らせします。またでもビジネス日本語いいな、知りたいなという人もしいたらぜひまず申し込みしてみてください。お金払うのは後ですから大丈夫です、はい。本当に面白いです、はい。もう大変です本当にもうね本当にいろんなことを勉強できます。で日本の文化が分かってないです、皆さん。全然日本人の考え方知らないですね。そうですよね、教科書じゃ書いてないですから。そういうことをたくさん私が教えます。で、そして正しい日本語、ビジネス日本語、もちろん敬語もちろんです、やったり、メールの書き方本当に難しいです、はい。やったりします。実は今日はこの後メールの書き方を授業でします。はい、コースの人ね、もしこれ聞いてたらやりましょうね。今日のテーマね、難しいですね。そうですね。今日のテーマはですね、お客さんに、自分のお客さんにお願いされたこと、断る。すいません、できませんというメールで。どうやって書けばいい？難しいです。私も難しい。日本人でも難しい。はい、やってます、そういうことです、いろいろありますよ、はい。じゃあそういう、Zoom レッスンとかビデオレッスンとかこの、ホームページですか、から申し込みできます。これですね、私のチャットのとこにも一番上に書いてあるし、あとはどこですか、概要欄って言います、ディスクリプションのとこにもこれありますので、 mosh.jp というのね、これまず探してみてください、はい。申し込みできますよね。で今ちょっとモッシュのホームページが前と変わってしまって、すぐにお金が払えないんですね、できないようになっていて、それも0円って書いてあると思うんですけど、まず1回申し込んでください。で上のとこにいくらですって書いてあります。で申し込みしてもお金は払いません、すぐに大丈夫ですので、私から皆さんにメールを送ります、連絡します。それから私が
じゃあここのリンクからお金を払ってくださいとメールで連絡しますから、はい、あのすぐお金払うじゃないです。ですので私からメール来ますから、よくメールボックスを見てください。よく皆さん見てないです。であとあのスパムメールに入ることが多いかもしれないので、そっちも見てください。迷惑メールですね。はい、です。でごめんなさい、今はまだこれで払うのがクレジットカードだけです。はい、銀行からお金を払うとかコンビニで払うとか、ごめんなさい今まだできません。クレジットカードだけです。はい、デビットカードのビザも大丈夫です。はい、すみません。でもし自分で持ってない人は自分のご家族のクレジットカードとか、もしよければ皆さんのお友達のクレジットカードでお金を払う、大丈夫です。それは大丈夫。でも気をつけてほしいのは、モッシュで名前をあの E メールを書きます。それは皆さんの G メールにしてください。 G メールを使う時があります。 G メールお願いします。で名前はパスポートと同じ名前ですよ。パスポートと同じ名前で送ってください。モッシュの、ね、名前書くとこですね。はい、お願いします。はい、そしたら何でしたっけ、これツイッターですね。ツイッターをしてます私。最近またちょっと私をフォローしてくださってる方が増えてます。ありがとうございます。ぜひぜひフォローしてください。ラーニングジャパニーズアットマーク日本語クラスというのです。はい、この海の写真です。はい、ぜひね、フォローしてください。そしたら皆さんすごく静かにお話を聞いてくださっているようですね。ありがとうございます。そしたらぜひまだ試験まで時間まだあります。大丈夫です。特に読解困ってる人大丈夫ですよ。方法が分かれば大丈夫です。本当に100点取らなくていいんですからね。じゃあどうやって半分は取るか、 50% はどうやってスコアを取るか、読解でちゃんと、はい、そういうのは私のビデオを見るといいと思います。 YouTube じゃなくてさっきのビデオコースですね。はい、ぜひぜひコースに入ってほしいです。それ見てもらえると皆さんを助けることができます。私もはいね、頑張ってください。本当に、はい、応援してます。せっかくね YouTube 皆さん見てくださっているし、コメントでも私の YouTube 見て合格しましたっていう人本当にいつも多いんですね。で本当に嬉しいです。ですのでモッシュから入れるビデオコース見てもらうとよりもっともっと合格に近くなれますので、ぜひね使ってみてください。はい、じゃあ今日はここまでにします。ビジネス日本語の私のコースの人、この後皆さんと一緒にメール書き方勉強しましょう。今日のテーマなかなか難しいです。また頑張りましょう。はい、そしてまたズームじゃないわ、YouTube ライブしますの で時間も結構バラバラです。私やろうと思ってるの急にやりますので、ぜひ皆さん何ですか、サブスクライブとピンポンって連絡が行くようにしておいてください。また勉強しましょう一緒にね。はい、じゃあ今日ここまでにします。皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。あとはメッセージもいろいろ、はっきりしないもん、そっかそっか、メール送ってくださってましたね、今確認しました。はい、ぜひ頑張りましょう。まだ2週間あります。大丈夫ですね。また一緒にライブでも勉強しましょう。そしてズームコースの人はちゃんと私の宿題もしっかりやって、頑張ってください。まあね、大丈夫ですよ。やってれば合格に近づきます。はい、じゃあ今日は終わりにします。すみません皆さん、メッセージありがとうございます。ありがとうございましたとね。はい、じゃあ今日は終わりにします。また勉強しましょう一緒に。はい、じゃあ皆さんも夏疲れますが体に気をつけてください。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。じゃあ失礼します。